皆さん、こんにちは。僕はですね、今、インドのバンガロールという都市に来ております。今ね、ホテルに泊まってるんですけども、ホテルのちょうど目の前がね、日本でいうところの競馬場的な感じかな。馬が調教されたりするのをちょっとここからでも確認することができるんですけども、今回なんですけどもね、インドの国内線に乗ります。バンガロールで2日間滞在しましたが、バンガロールからインドの首都ですね、インド北部の街、デリーに今から向かいます。バンガロール、こちら街の中心部に今いるんですけども、ご覧のような感じで、そんなにね、高いビルっていうのはありません。で、夜になるとね、街灯とかっていうのもそこまでなくて、結構暗かったんですよね。一応このバンガロールに関しては、インド最大の IT 都市っていうふうに言われていて、IT 企業とかがね、海外の IT 企業とかも含めていろいろ集中してるんですよね。で、バンガロールには日本から成田空港から JAL が週に数便だけこのバンガロールに直行便っていうのを飛ばしてます。なので、日本からダイレクトにね、ここに来ることっていうのもできないことはないんですよね。はい、そんなバンガロールにいるんですが、今回はインドの首都デリーまで向かいます。今回はホリデーインエクスプレスというホテルに泊まってました。 IHG グループになりますね。1泊大体1万円ぐらいだったんで、インドの物価を考えると結構いいホテルになると思います。非常にね、快適に過ごせました。インドとかだったら、結構ホテルとかにはこだわりますね、やっぱり。はい、街が結構過酷なところとかもね、旅行中散歩したりすること多いんで、ホテルぐらいではちょっとゆっくりしたいみたいな、そんな感じです。はい、で、今ね、このホリデーインにいるんですけども、今からウーバー呼びまして、空港の方まで向かっていきます。街の中心部から空港までは結構離れていて、車で大体50分ぐらいはかかりますね。渋滞とかも考えると1時間ぐらいはかかると思っておいた方がいいと思います。ウーバー捕まえて、無事に今空港に向かってます。交通渋滞はそこそこ激しいですけども、でもそれでもデリーとかと比べるとね、全然ですよ。今日は平日の朝の時間帯はそんなに混んでもなく、スムーズに進んでます。街の中心部からウーバー使って大体1時間ぐらいですかね、バンガロール空港に到着しました。この空港なんですけども、ターミナル1とターミナル2に分かれています。今回利用する航空会社ですが、インドの航空会社ですね、エアインディア、こちら使いまして今からデリーに向かいます。エアインディアに関してはスターアライアンスに加盟しているということで、 ANA とね、コードシェアとかしています。日本だったらデリーから東京成田にエアインディアは就航しますね。少し前まで関空にも就航していたんですけども、関空デリー線に関しては今は運航が休止中になっています。はい、そんなわけでターミナルの中入っていくんですが、インドの空港は相変わらずめちゃくちゃ厳しいんですよね。まず飛行機に当日乗る人しかターミナルの中に入ることできません。おそらくあそこで航空券 E チケットの確認と保安検査があります。それを通り抜けて中に入るといったような感じですね。インドはね、本当に時間に余裕を持ってね、行動することが大事です。ではターミナルの中に入ります。ターミナルの中に入りました。やはりね、インドの空港といえどもターミナルの中には飛行機乗る人しかいないということで、すごい静かですね。客引きとかね、そんな人も一切いません。ビスタラに関しては第2ターミナル使ってるのかな。今回利用するのはエアインディアということで、こっちの第1ターミナルで OK です。国際線も国内線もね、同じターミナルを使ってます。こんな感じになってるんですが、今回乗る飛行機が、9時50分発ですね。この下から4つ目、9時50分発エアインディア505便のデリー行きになります。こちらを使いました。今回デリーまで向かいます。バンガロールとデリーの間ね、もう飛行機めっちゃ飛んでます。エアインディアもそうですけども、インディゴももちろんそうですし、ビスタラとかもね、含めましてかなりのフライトあるんですよね。で、今回はちょっとエアインディアのビジネスクラスにちょっと乗ってみようかなと思ってます。小型機で、しかも国内線なんですけども、日本でいうところの ANA プレミアムクラスとか JAL のファーストクラスとかと比較してどんな感じなのかっていうのがね、ちょっと気になったんで、今回ビジネスクラスで発見しています。片道だいたいね、4万3000とか結構高いんですよね。エアインディアもそうなんですけども、インドってなんか上位クラスはすごい料金高いイメージがあります。下位クラスだったら結構安いんですけども、なのでその辺の差が結構激しい国の一つかな、そんな気がしますね。はい、ということでね、エアインディアのビジネスクラスちょっと楽しんでいきます。エアインディアのカウンターにやってきましたが、全然空いてますね。今回ビジネスクラス乗るっていうのと、あと僕はスターアライアンスゴールドも持ってるんで、優先レーン使うことができます。優先レーンも一般レーンもどっちも空いてますね。はい、ではちょっとサクッとチェックインしていきます。というわけでチェックイン完了いたしました。ちょっと驚くべきことを言いますけども、また出発1時間前なんですけどもね、ボーディング始まってるみたいですね。はい、航空券ですが、ビジネスクラスとしっかりと出ますね。本当にビジネスクラスとして売ってるみたいです。国内線ですけどもね、エアインディアの、小型機ですけども、機内食出るのかな、ちょっとそれを楽しみにして今回は乗っていきます。では保安検査抜けてね、制限エリア内入ります。ドメスティックチェックです。保安検査抜けて制限エリアの中に入りました。もうすんごいカレーの匂いがするわ。インドの方みんな朝からカレー食べますからね。初めてインド来た時はね、マジでカレー手で食べてるの見てね、あ、マジなんやってちょっと感動した思い出があります。はい、ということで、さすが世界ナンバーワン、もう中国の人口をも抜くインドですけども、今回は1番ゲートから出発なんでめっちゃ近かった、端っこかなと思ったんですけども、
ちょうど端っこ、ね、保安検査抜けてすぐが2番なんで、かなりゲートは近いですね。ゲート前に来ました。なんや、まだ始まってなかったですね。搭乗券にも8時50分ボーディング開始って言われて書いてて、 GS さんにも言われたんですけども、全然行けましたわ。でももう間もなく始まりそうです。出発40分前ですけどもね。エアインディア505便にてインド、デリーに向かいます。優先搭乗っていうのも概念的にはあるみたいですけども、なんかあんま機能してるのかどうかちょっと微妙ですね。というわけで9時15分ですね、搭乗始まりました。今回の機材がエアバスの A321 かな、ちょっとごめんどっちか忘れたんですけども、まあ、機内入ってから確認します。あちらの小さい飛行機、ビジネスクラスは確か12席ぐらいしかなかったはずです。これで今回はデリーに向かいます。2時間半ぐらいのフライトです。というわけで機内入りました。優先搭乗はなかったですね。結局もうなんかぐちゃぐちゃに入っていくって感じです。こちらがビジネスクラスのシート、2プラス2のシート配置で3列合計12席あります。今回一番後ろの3の F を予約してます。まあ、2時間半ぐらいの短いフライトですけども、エアインディア国内線のビジネスクラス堪能します。というわけで自分の座席に着きました。で今回ですが、エアバスの A321 でしたね。320ではなくて321でした。まあ、基本的には国内線、一部短距離国際線とかにも導入されている機材になります。まあ、シートピッチですけどもビジネスクラスということで、まあ、十分な広さありますね。また今度というか今月ですね、エアインディアの国際線のビジネスクラスもちょっと数回乗ることになってるんで、ちょっとまあ今回は国内線なんでちょっと軽めにね取ろうと思ってます。まあ、そんなにサービス変わるってわけではないと思いますけども、まあ、結構豪華なシートですね。割とふかふかの座り心地で良きです。おそらく搭乗完了したっぽいかな。本日ビジネスクラスは合計3人しかいないですね。ガラガラです。12席中3席だけって感じで、まあ、ウェルカムドリンクの提供があっておしぼりもねもらいました。こういったサービスもしっかりと国内線ですけどもやってるんですね。すごいです。メロン、あ、OK、Thank you。わあ、めっちゃ美味しい。バナナジュースです。すごい。ウォーターメロンかバナナジュースでしたね。うまいな、これ。ミックスジュースみたいな感じです。ドアが閉まりました。モニターはないので、おそらくね、非常の案内はデモンストレーションですね。CA さんが直接行うタイプだと思います。バンガロールに関しては大気汚染もね、まあ、やっぱりインドなんで多少はあるんですけども、デリーとかと比べるとね全然マシでした。 A505 is from Bengaluru to Delhi and the flying time is expected to be 2 hours and 25 minutes. Captain Dheeraj Chaudhary is in command and assisting him in the flight deck is First Officer Ankit Gupta. My name is Harpreet Singh Nijawan and I am your cabin supervisor.Please contact the cabin crew for any assistance. We hope you have a pleasant flight. Thank you. CA さんから機内食のメニューいただきました。めっちゃかっこいいですよ。しっかりとした厚紙でメニュー、ビジネスクラス、エアインディアのロゴも入ってます。国内線ですけどもね、ビジネスクラス乗ると機内食の提供があります。これ左側飲み物ですね。飲み物こんな感じ。アルコールは書いてないですね。ないのかな。冷たい飲み物とあったかい飲み物、コーヒーとかね、ステルウォーター、スパークリングウォーターで、この時間帯はブレックファースト、朝食が提供されます。カットフルーツ、ヨーグルトとかコーンフレークで、ブレックファーストベーカリー、パンもいくつか種類あるんですね。でおそらくこれメインですよね。メインはここから選ぶことになると思うんですけども、どうしようかな。ノンベジにしようかな。やっぱり一番上の263キロカロリーのやつにしようかなと思ってます。はい、もう一番前のおじさんずっと電話してるんですよね。でなんか結構トラブルがあったんかな。ちょっと怒ってますわ、なんかインドっぽくていいよね。はい、こんな感じのメニューになります。9時50分インドで定刻ですよ。定刻通りにプッシュバック開始です。
もともとこのフライト予約したときは10時出発だったんだけど、なんか10分早くなったんですよ。インディゴも止まってますね。滑走路に向かってますが、もうインドの航空会社ね、初めて見るような航空会社もやっぱ多いんですよね。以前インディゴ乗りましたけども、インディゴ結構良かったですよ、僕的には。あとこれ Go Air って書いてますね。これも以前見ましたね、これ左のやつ。まあ、この中にもね、 JAL もやってきたりするわけですから、なかなかすごいよね。 JAL バンガロールに飛ばしてるってのすごいなって普通に思いますわ。 ANA はインドだったらデリー以外だとムンバイですね。であとチェンナイにもコロナ前は飛ばしてました。それこそ僕も乗りましたけどね、チェンナイ線。懐かしいな。でここから先がインターミニアルのかな。バンガロールまではシンガポール航空で来たんですけども、もちろん SQ も来てますし、あれ左のやつはエミレーツ航空ですね。もうどこにでもいるエミレーツ航空。また電話かかってきた、おっちゃん。またおっちゃん電話よ。はい、もう離陸しますけどね。どこにでもいるエミレーツと、右がエアインディアの777のダッシュ200のロングレンジかな。バンガロールからエアインド国際線は確かサンフランシスコがあったと思います。エアインディア自体は国際線はね、あまりこのバンガロール就航してないですね。てか唯一なんじゃないかな、サンフランシスコは。そんな感じでした。滑走路に入りました。このまま飛ぶかな。おお、ギリギリでまた電話。もう無理じゃない、きつそう。大丈夫かな、おっちゃん。あ、切りましたわ、すぐ切りましたと思ったら切ってなかった。こっちは離陸します。うわー、誰か食器落とした。大変大変。周辺は本当何もないっていうか、もうずーっとね、森みたいなのが広がりますね。いやー、2日間の短い滞在でしたけども、すごく刺激のある街で面白かったです。同じ南インドのチェンナイもね、コロナ前2019年に行きましたけども、僕バンガロールの方が好きかな。皆さんもぜひバンガロール興味ある方はね、来てみてください。もう大気汚染がひどくて見えないね、地上が。シートベルトサインが消えたんでリクライニング倒してみましたけども、リクライニングは正直言ってあんま倒れません。シートも結構年季が入ってるんで、ちょっと古さはやっぱ感じますね。足元にはフットレストもついてました。まあこんな感じ。横幅はね、まあそれなりにしっかりとしてるんで快適でしたね。テーブルの準備がされて、テーブルクロスも引いてくれました。テーブルはね、インアウタイプなんだけども、そんなに大きくないですね。見てもらったら分かる通り。かなり小さめのテーブルです。機内食が提供されました。今回ワンプレートでの提供になります。こちらメインなんですけども、スクランブルエッグの中にネギが入ってます。スクランブルエッグとね、ネギの組み合わせで意外と合うんですね。美味しかったですよ。でこちら左のやつが、これポテトの上に溶かしたチーズが乗ってるんですけども、これめちゃくちゃ美味しかった。おかわり欲しいなって思うぐらいの美味しさでしたね。あとアスパラとトマトが添えられてます。でカットフルーツと、あとマンゴーのヨーグルト。このマンゴーのヨーグルトね、ちょっとドロッとしすぎてて、僕的にはまあ全部食べたんですけども、まあまあまあって感じでしたね。フルーツは普通に美味しかったです。スイカとかドラゴンフルーツ、キウフルーツですね。でドリンクなんですけども、ブルーベリーのスムージーなかったんで、今回メロンジュースいただきました。他にもリンゴジュース、オレンジジュースとありましたね。であとこの後ですね、ちょっと通るの忘れてたんですけども、クロワッサン、あったかいクロワッサンも提供してもらって、ジャムつけて食べると絶品でした。
食後にね、またあったかいおしぼりくれましたね。すんごいサービスいいですね、エアインディア。今ね、食後のコーヒー用意してもらってます。あったか。こんな感じでこういうなんかきめ細やかなサービスっていうのがね、あるとやっぱ嬉しいですよね。また次も乗ろうっていう風に思わせてくれますもん。エアインディアのビジネスクラスかなりいいですよ。ホットコーヒーもらったんですけども、クッキーもどうですかって言われたんで、お願いしますって言うとクッキーまでくれました。めちゃくちゃサービスいいね、エアインディア。まあ、今回ね、初めてのエアインディアでエコノミークラス乗ったことないんで分かんないですけども、ビジネスクラスに関してはめっちゃポイント高いですね。まあやっぱりアジア系の航空会社の方がサービスっていうのは欧米系と比べるとね、いいと思いますよ。そういうそのヒューマン的なサービスはね。機内食も食べ終えてまったりタイムです。あと大体1時間半ぐらいでデリーに到着となります。でこの飛行機単通路機なんで、トイレが前か後ろにしかないんですよね。ただエコノミークラスの人が前のトイレ使おうとすると、あの CA さんがダメって言って後ろに行かせてますね。エコノミーとビジネスの間はカーテンで仕切られてます。それでもしっかりとしてるということで、こっちねビジネス3人しかいないんで、トイレまだ誰一人として使ってないんですけども、エコノミークラスのトイレ行列できてるんですよね。でもそれはもうルールとして、エアインディアではエコノミーの人がビジネスのトイレ使うっていうのはいくら単通路機といえどもダメらしいです。まあ、人がねやっぱり行ったり来たりするとちょっと気になりますもんね。はい、まあ、そんな感じですごくサービスのいいエアインディア、そういう風に感じてます。あと1時間半ですね、まったり過ごします。昨日はあんま寝れてなかったんでめちゃくちゃよく爆睡してました。で今ですね、シートベルトサインがつきました。インドデリーのインディラガンディ国際空港に向けて着陸態勢に入ってます。もう間もなくインディラガンディ国際空港に着陸します。デリーに関しては日本からだとエアインディアが成田空港に直行便を週何便か飛ばしています。あとは JAL と ANA がね、毎日東京羽田空港から直行便飛ばしています。ちょうど画面左奥、ちょっと映ってるか微妙ですけども、デリーの空港に着陸しようとしている飛行機、今並行しながらこの飛行機と飛んでますね。それぐらいこの空港は巨大です。インドってね、国内線とかもそうなんですけども24時間飛んでるんですよ。なので深夜とかでもバリバリ LCC とか中心に飛んでますよ。もうとにかくね、飛行機のフライト数がえげつないぐらい多いです。まさしく眠らない空港、デリーの空港に間もなく着陸です。Arrival in Delhi. Welcome to Indira Gandhi International Airport, where the outside temperature is 29 degrees Celsius. Please remain in your designated seats and do not open the overhead bins until the seatbelt sign is switched off. Please take care while opening the overhead bins as loose items may have moved during the flight. You may now use your mobile phones.12時25分ですね。定刻よりも10分早くスポットに到着しました。隣にはインディゴ、さらに奥にはエアインディアが2機止まってます。インディゴの勢いも多分すごいですよね。これは LCC です。はい、ということで順番に降機します。先頭の座席ね、モニターがついてるように見えるんですけども、あれついてないんですよね。広告が貼ってあるだけでした。はい、あと機内 Wi-Fi とかね、そういったのもありません。はい、ということで飛行機降機しました。横から見るとこんな感じですね。虫がいますけども、僕ら3人だけね、先に降ろしてくれたんで、もうエコノミーとは座っといてくれみたいな感じで、ビジネスの人と降ろしてからエコノミーの人もね、降りる準備していいよみたいな、もうなんかそこまで徹底してて、なんかすごいなんか VIP 感ですね、うん、なんかそういう風に感じました。はい、というわけでこのままずっと動くほど、インコの空港めちゃくちゃ広いんで、
歩いて制限エリア外の方まで出ていきます。人も全然いなくて快適ですね。久しぶりに来たな、ここ。もう久しぶりでも3ヶ月ぶりぐらいですかね。前回もね、最後デリーの空港まではインドの国内線使って移動したんであれでしたけども、あの時は深夜到着でしたよね。確か夜だったんで空港泊したんですよね。懐かしいな。この空港もちろん24時間空いてますからね、空港泊することもできます。ターミナルの中に関してはインドの空港めちゃくちゃ厳しいので、もう部外者は一切入れないんですよね。中に飛行機乗る人もしくは飛行機降りた人しかね、いないんで、その辺も結構安心できると思います。ドメスティックアライバルということで外に出てきました。まあスムーズにね、今回にも預けてもなかったんで外出ることができています。でこの空港なんですけども、今到着フロアにいて、このままね出発フロアに簡単に上がることできないんですよね。一回外、まあ、あの国内線乗り継ぎの場合とかチケットがあったら話は別なんですけども、あの日本みたいにその出発フロアと到着フロアを、ね、行ったり来たりなんか自由にすることっていうのはインドできないので、あのその辺気をつけてください。ここ一回出てしまうともうねこのターミナル戻ってくることできません。はい、なので本当厳しいですインドの空港はね。デリーもそうですし、バンガロールもそうでしたし、チェンナイとかもそうなんですけども、なのでその辺は日本の感覚っていうのはちょっと忘れなければなりませんね。日本みたいにその空港を、日本だったら空港ってね、その飛行機乗らない人とかでも買い物しに来たりとか展望デッキ行ったりとか、そういう楽しみ方できるんですけども、インドに関してはそういったことは一切できないようになってるんですよね。はい、ということでちょっと外出てみましょうか。ターミナルの外に出てきました。早速ですけどもタクシーの勧誘を、ね、受けたんですけども、あのもちろんこういう勧誘してくるタクシーっていうのは基本的に下げることしか考えてないのでおすすめしません。もうインドはね、移動に関してはウーバーがいいですね。あとこのデリーのインディラガンディ空港に関しては鉄道も乗り入れていて、デリーの街の中心までかなりお安く移動することができるんで、まあ、鉄道を使うかもしくはウーバー使うか、それがねいいと思います。はい、ということで、まあ、デリーなんですけども、バンガロールよりはなんか暑いね、こっちの方が暑いし、人の熱気もやっぱすごい、人の量も圧倒的に多いし、さすがインドの首都って感じです。で今回なんですけどもね、エアインディア使いましてビジネスクラスでバンガロールからデリーまで移動してきましたけども、もう機内でも言った通りエアインディアのビジネスクラスめちゃくちゃ良かったです。確かに料金はね片道4万円ぐらいということで、ちょっと買った時は高いなと思ったんですけども、まあでもそれでもね乗った価値は十分あったなというふうに思います。国内線であのクオリティだったんで、今度ね国際線も乗るのでちょっと楽しみですね、それが。はい、そんな風に思うところです。まあ、インドに関しては飛行機っていうのがすごく発達していて、飛行機で移動するのがね、でも一般的です。鉄道もね、寝台特急とか走ってるんですけども、やっぱスピード遅いですし、で結構料金も高かったりするんで、飛行機移動っていうのが主流になってるんですよね。まあ、そんなインドの移動でしたけども、何かの、ね、参考になればよかったかなというふうに思います。はい、ということで今回はエアインディアを使いましてビジネスクラスでバンガロールからデリーまでの動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。